朝霧源のジーマーでゴイスレディオ、リスナーのみんな、今週もジーマーでゴイスレディオの時間だよ。先週はジーマーで大変な目に遭っちゃったね。でも今日はね、先週呼べなかったアマリリスちゃんが特別ゲストに来てくれたよ。皆さんに楽しんでもらえるよ、頑張ります。それじゃあ最初のお便りから。アマリリスちゃんの好きな男性のタイプは、だってさ、これは俺も聞いてみたいね。そうですね、恥ずかしいんですけど、たくましくて力強そうな男性には惹かれてしまいます。この島にはたくましい男性の方が多いので、皆さん素敵だと思います。アマリリスちゃんも俺と一緒で嘘が得意だね。あ、そうだ、実は俺、石化しちゃう前は格闘技の世界チャンピオンだったんだよね。たくましい男が好きなら俺に惚れちゃったりしちゃう？いや、嘘に無理ありすぎるでしょ、その細い指で。次回ドクターストーン全土大乱戦。今週のGマでゴイスレディオはここまで。みんなバイバーイ。